渡辺俊介、1976年8月27日体は、栃木県下津賀郡津賀町出身の元プロ野球選手。世界一低いと言われるアンダースローが特徴で、通称はミスターサブマリン。社会人野球の新日本製鉄機密を経て、2001年から2013年まで NPB の千葉ロッテマリーンズに所属。 2014年2015年には独立リーグのランカスター・バーンストーマーズやベネズエラのウィンターリーグであるリーガ・ベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルでのプレーを経験した。2015年12月1日からは新日鉄機密の後継チーム、新日鉄住金和様マジックに高知県投手として在籍。2016年からは同チームで現役生活を続けながら、 野球解説者としても活動する。2020年より、同チームの監督に就任した。栃木県下津賀郡津賀町出身。6歳から野球を始めたが常に控えで、見かねた父の勧めで3番手投手だった。中学時代にアンダースローへ転校。国学院栃木高校では、当時別格だったというエースで4番の大関達也がいたこともあり2番手投手で、高校卒業後は、 東都大学野球連盟所属の国学院大学へ進学したが、在学中に一部に昇格はできなかった。3年秋には二部再開で三部との入れ替え戦2戦とも登板して残留した。大学時代に別の選手を探しに来ていた、当時の新日鉄機密監督の大竹厚資料が、初めて生で見たアンダースローの投手の高等を偶然見かけて目に留まる。 その後社会人野球の新日鉄機密へ1999年に入社。大竹監督に言わせると、たまたま校長だった当板を見かけただけであり、当初の投球は、左打者の背中を抜けていくことが幾度も見られるほど、請求力が悪かった。指に引っかかりすぎる、リリースに難点がある、と見抜いた、大竹監督、投資コーチの久保良平からカーブを投げることでリリースを、 改善していく指導を受け、目に見えて、請求力が高まった。2000年に、読売ジャイアンツの春季キャンプに参加した際、対面した清原和弘に、プロになって対戦するだろうと予言されている。当時は、チーム内で、女としゆに次ぐ2番手投手だったが、同年夏の第71回都市対抗野球大会の南関東二次予選で、田がフル回転して、 本大会の出場権を手にした者の,の肩や肘を故障して手術に追い込まれ、本大会では渡辺が先発投手の柱として全4試合に登板して三菱重工広島トヨタ自動車性能運輸を破り4強入りし優秀選手賞を獲得。プロアマ混成チームのシドニーオリンピック野球日本代表にも選出され、対イタリア戦では中継ぎで登板し、 勝利投手になった。対キューバ戦でも中継ぎで登板したが3、ランホンルイダを打たれ、敗戦投手となった。秋には、社会人野球日本選手権、大会8強を入り、同僚の野田光介とともに、プロ入りを表明。同年秋のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから4位指名を受け入団。会社の上司に、掛布正幸の大ファンがいたからという理由から、 背番ン号31をつけた。2011年8月6日、QVC マリンフィールドで2001年は即戦力と期待され、4月25日の対オリックスブルーウェーブ戦でプロ初登板、初先発をする。9月3日の対福岡大英ホークス戦で、プロ初勝利、初カンプルを記録13試合に登板して、防御率2.66。 うち6試合に先発して2勝を挙げた。2002年は8試合で0勝3敗、防御率6点台の成績に終わった。11月に社会人時代の同僚で2000年の都市対抗でチームのマスコットが R を務めた女性と入籍。2003年はシーズン初先発となった5月21日の対オリックス戦で4回1、3を投げ8失点と打ち込まれた。試合前に 首脳陣から雨で試合が流れたら次はないと言われ、本人も試合に行くのが怖かったと著書アンダースロー論ロで語っている。ラストチャンスとして臨んだ同月27日の対オリックス戦で5回に3を投げに失点で勝利投手となり、この頃から投球スタイルを変更したこともあって先発ローテーションに定着。対西部戦で12回関東を記録するなど、 初めて規定投球回数に到達し、9勝を挙げた。2004年は、初の2桁勝利となる12勝を挙げる。シーズン後に東京ドームで行われた、日米野球では、デビッド・オルティーズに推定飛距離160メートルの、本塁打を右翼席に打たれた。2005年3月27日の大楽天戦では、1安打1支球で9回を27人に併殺で、抑える高騰を見せる。 楽天戦最初の勝利投手となり、球団としても最初の勝利球団となった。指名が射精のパリーグでは打席に立つ機会がなかったが、同年からセッパ交流戦が始まり、5月8日の対、横浜戦では完封勝利を挙げた一方で、1試合で5打席連続三振の日本対記録を作った。交流戦では、最終的に12球団1位の防御率1.73。 という好成績を残した。最終的には15勝4敗と大きく勝ち越して、防御率2.17と、チームの31年ぶりの優勝に大きく貢献。阪神タイガースとの日本シリーズでは、第2戦に先発し、4アンダム支球完封勝利を挙げた。2006年は、開幕前の3月に開催された第一回、ワールドベースボールクラシックの、 WBG 日本代表に選出された。同大会では、韓国戦2試合とキューバ戦に登板した。シーズンでは4月29日の大楽天戦では6回まで、失点、被安打共に0という回答を続けていたものの、7回戦闘の鉄平人に2打席連続の死休となる、頭部死休を与えてしまい、危険球による退場処分を受けた。頭部死休自体は遅いカーブだったためか、 鉄平は至って元気で大事には至らなかった。試合はリリーフ陣が楽天打線を無失点に抑えて干渉し、渡辺は球団初の飛安打例で降板した先発投手、体調処分を受けながらの当日のヒーローという新記録を受立した。インタビューでの第一声は、鉄平君すいませんでしたで、笑顔は見られなかった。 5月28日の巨人戦では、プロ初安打を放った。しかし、同年は、防御率が常に4点台と不安定で3年連続の2桁勝利を、逃し、リーグ最多の1 4 4球と、低調な成績に終わった。2007年は2桁勝利こそ逃したが1試合に、中継ぎ登板した以外は全て先発で安定した、投球を見せ、特に後半戦は、危なげなく高騰して、 防御率2.44を記録した。ソフトバンクとのクライマックスシリーズ第1ステージでは、第1戦に先発し、失策絡みで4失点したものの関東勝利した。2008年は2冠風を記録するも、苦しい投球ながら、打線の援護で勝つ試合が多かった。最終的には、清水直行と並びチーム最多の13勝を挙げ、先発としての役割は果たした。 8月18日の大楽天戦では8回まで0、点に抑えながら9回に追い上げられ5から2で新勝。ヒーローインタビューでそのことについて問われ、勝てばいいんです。と返し、ファンからは、それはそうだがと、苦笑が湧いた。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。 同大会では中継ぎとして2試合に登板し、打者8人に対し批安打0、自責点0という投球を披露し、日本の2大会連続2度目の優勝に貢献した。シーズンでは最後の登板で規定投球回数に到達するものの、2年連続の防御率4点台、3勝13敗と大きく負け越してしまう。クオリティスタートは13を記録しており、そのうちの11回で、 勝ち星がつかなかった。規定投球回到達者で、勝率に割り未満の投手は1988年半身の野田幸治以来21年ぶり。2010年は3年連続で4点台の防御率を記録するなど先発として苦しいシーズンであったが、クライマックスシリーズ第一ステージではリリーフで3回、2、3無失点、第二ステージでは先発で9回途中までに失点の高騰を見せ、 日本シリーズ進出の立役者の一人となった。日本シリーズでは第3戦と第7戦に登板。11月2日の第3戦では中日打線を1失点に抑える関東勝利。打線の援護にも恵まれ、わずか97球でピンチを作らない粘りの投球を見せた。11月7日の第7戦に中4日で先発。本拠地との相性が良い中日から、 集中ー打に合いに回4失点と炎上し行板。2011年は開幕から先発ローテーションで投げ続けるも打ち込まれる試合がたびたびあり早期降板が近年より目立った。最終的に規定投球回を達成することができず、2003年から続いていた規定投球回達成は8年連続でストップした。統一球でリーグ平均が1点近く下がったため、 防御率こそ、例年より良い3.68と持ち直したが、勝ち星は7勝に止まった。また、本拠地、QVC マリンフィールドでは、防御率2.29と安定した投球を見せたものの、ビジター球場では、防御率5.50と苦戦した。2012年は4勝しか上げられず、2013年は2002年以来11年ぶりの未勝利に終わり、 若手投手の台頭もありほとんど出番が得られないままシーズンを終えた。オフにメジャー挑戦を表明し11月4日に自由契約となる。段野村を代理人とした。2013年12月17日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2014年のスプリングトレーニングではメジャー招待選手ではなかったが4試合に登板できる。 上校が契約にあり3試合に登板。しかし、計3イニングで2失点を喫し、3月29日に解雇された。4月13日に独立リーグアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約し、39試合の登板で8勝2敗、防御率3.36、ホイップ1.08の成績を残す。十一月十五日にベネズエラのウィンターリーグ、 リーがベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのレオネスデルカラカストの契約を公表した。6試合に先発し1勝1敗、防御率2.91、ホイップ1.09の成績を残し、12月第4週には週間 MVP を受賞した。2015年には1月21日にランカスターと再契約。シーズン終了後の11月には、 韓国プロ野球のハンファイーグルスの周期キャンプで投手部門のインストラクターを務めた。2015年12月1日付で新日鉄住金和様マジックのコーチに就任した。背番号は37。翌2日に開かれた就任会見では育てる選手が十分であれば投げない。育成のために必要とされれば投げるというスタンスでコーチ県人での現役続行を表明した。 その一方で、野球人生の最後に、都市対抗での優勝を経験したいとして、プロへ復帰する、可能性を否定している。2016年3月12日、第71回ジャバ、東京スポニチ大会予選リーグ C ブロック、対東京合戦の8回に、5番手投手として登板。自身16年振りの社会人野球、公式戦登板で、1回無失点に抑えた。 さらに6月5日の第87回都市対抗野球大会南関東第2代表決定戦対 JFE 東日本戦では社会人最長となる6イニングを4アンダム失点に抑えチームを都市対抗出場に導いたその一方で NPB のレギュラーシーズン中には BS12 とエルブで放送するフルスロッテの主幹試合中継に解説者として出演する また、同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となる。2019年から、新日鉄住金和様ジックのサイトでは、当主の表記が消え、専任コーチとなる。2020年の1月1日付で、 同チームの監督に就任した。背番号は、プロ時代に自身がつけ、前任監督の鈴木秀則もつけていた31を、背負う。ボールをリリースする、様子プロ野球において、貴重なアンダースローだが、一般的なアンダースローや、打者のミートポイントよりさらに低く世界一とも言われる、地上約3センチメートルの位置でボールをリリースする。打者から見ると、他の投手とは、 投法も玉筋も大きく異なり、打撃のタイミングが取りにくく、その特殊さから渡辺を想定した打撃練習を行うことも難しい。下半身に大きな負担がかかる投法であることから土台となる下半身を重点的に鍛えており、本人曰く上半身の筋肉はあまり重要ではなく、下から徐々に力を加え腕を無知のようにしならせながら投げるイメージとのこと。 体力を消耗しやすい投法だが豊富なスタミナと、脱三振率の高くない、打たせて取る投球スタイルのため少ない球数で抑えることが多く関東も多い。本人いわく脱三振が多い時はむしろ調子が良く、ないとのこと。投球テンポも良く、試合中は、ポーカーフェイス。平均球速約時速 120km、最速時速 132km の速球と、 二種類のツーシームジャイロ、稀にチェンジアップを投げ分け緩急で勝負をする。これについてチームメイトも魔球ですと答えたことがあり、高めからストライクゾーンへ落とすこともある。投球動作開始からリリースまでの時間を相手打者からほとんど気づかれずに変化させタイミングを外す技術を持ち、皇帝、左右を使った投球と比較して前後を使った投球としている。 プロ入りから2003年シーズン序盤までは、急速と脱三振にこだわり、本人も本気で時速 140km を目指していたが伸び悩み、プロアマ合同のコンベンションに参加した際に、黒木智弘と工藤清康が体の開きなどについて話していたのを耳にし、主に体の開き方や重心移動などを変えて急速よりも打ちにくさを追求するスタイルに変えた。 セーパ交流戦で対戦した谷重元信は変な言い方ですが渡辺君は一般的に言うアンダースローじゃありませんよとコメントしている調子が悪い時などは手をマウンドにすることがあり投球があらぬ方向に冒頭してしまったこともある他の投手よりも体を低くして投球するため投げる際に右足が地面にすれて出血してしまうことがあり ユニフォームの膝の部分にはパッドが入っている。2007年から小宮山悟に教えをこい、左打者対策として2001年から研究していた、チェンジアップを使い始めている。これら変化球は、風のないドーム球場では、曲がりが悪く効果が薄いことを3回6失点を、喫した2007年6月11日、名古屋ドームでの対中日ドラゴンズ戦の試合後に、 中日監督の落合博光から指摘されており、本人もドーム球場をは苦手と公言している。2008年は10年以上研究しているという、ライズボールを使用することを明言した。不自然に浮き上がる、打者の感覚を惑わせるのに必要な球だという。選手個人としては、松中信彦を苦手としており、2005年に4、本塁打を打たれた。本人も、松中さんには、 ソロホームランなら、しょうがない。三ンや満塁は論外。他の打者を抑えればいいという気持ちで対戦していますと、話している。サネマツ一世に対しては2004年に、ミノルマツの同年唯一の本塁打を打たれたり、別の試合で、敵地打を打たれるなど苦手としていた。一方で、日本ハム在籍時の新庄強しに対しては生涯、対戦で6打数無安打3三振に抑えている。 次第に、新城は、渡辺の当番試合にスタメンを外れ出し、新城が現役を退いた2006年は、対戦していない。チームとしては埼玉西武ライオンズとの相性が良く2008年、途中まで7連勝していたが、9月16日に敗北して、以降は連敗している。バッティングを苦手としており、2005年5月、交流戦でプロ初打席を迎えたが、 その試合後打席後三振のワーストタイ記録を樹立してしまった。2006年と2009年にはいずれも巨人との交流戦でライト前ヒットを放っている。打線の援護に恵まれない年が多い。得点援護率は2006年パリーグでワースト3位の3.52。2007年パリーグでワースト6位の3.79。2009年パリーグでワースト1位の2.59。 日本人の500人に1人しかいない血液型 A 型の RH- マイナスであることが日本赤十字社主催20歳の献血キャンペーンにゲストとして招かれた際に判明したアマチュア時代の恩人は大学の先輩で同じアンダースローの宮田仁と,と社会人時代の先輩である恩田俊幸だとことあるごとに公言しているロッテに所属アンダースローという共通点から ドカベンの里中里氏に例えられることが多く、作者の水島真嗣も長い間プロ野球を見てきた中で一番キャラが似合っていると認めている。かつては里中が得意とするスカイフォークの習得に挑戦したこともある。2006年に雑誌週刊ベースボールにてコラムキープエヌマイパーチェを島厚信の赤ゴジラの挑戦と一周ごとの交代で執筆。 ロッテ時代の球団公式サイトの選手紹介ページの特技の欄には柔軟体操と書いてあり、それゆえに体が柔らかく故障が少ない。本人曰く唯一の取り柄でアンダースローに転向した理由の一つでもある。イニング間のベンチ前での投球練習やマウンドでの投球練習の一球目はサイドスローで投げることもある。2008年にドラマ、打撃転しるりに、 本人役で出演し、20連勝の投手とエース対決となったが、勝ち投手となって、連勝記録を止めた。野球で、夢が叶うとしたら、1イニング1人の打者をすべて、初球を打たさせて、凡退に打ち取る27球完全試合を、達成したいと話している。2009年シーズンオフより、1イニングカウントにつき1万円を、国際連合世界食糧計画 WFP、 協会に寄付する旨発表。幕張地区を走る幕張本郷駅、マリンスタジアム直通の京成バス車内の自動放送において、渡辺はゴミ類持ち帰りのアナウンスをしている。自身の技術向上に熱心かつ謙虚で、2011年の西武とのオープン戦で、同じアンダースローのルーキー、牧田和久と投げ合った際には牧田にチェンジアップを教えてほしいと頼んだことがある。 ありがとうございます。